お、三重県鈴鹿市リポーター名漆黒の預言者さんからいただきました。鈴鹿サーキットに来ました。これは昔のホンダの F1 マシンですということです。すごい楽しんでますね。 F1 ですよ。 F1 初期の初期の初期、本当にもうちょうどホンダが F1 に参戦した時くらいのもう初期型はこんな感じで、まだまだね、今表情と声が変わりましたか、今とはねかけ離れてるんですよ。今のねマシンもちょっと見てほしいな。比べてみるとね全然違うの。そう、でも昔のもこうやって見れる、あ、すごいしっかりね種類まで分かる方いらっしゃいますけども、いい音がね全然ね、エンジンの音が違うんですよね。あ、ホンダ初優勝のマシンということで、詳しい方から続々と情報届いておりますけども、いやすごいな。こっから今日ね、今まさに鈴鹿走ってると思いますけど、全然違うんですよ形が。だからそうやって進化していってるってのがすごいんですよね。いや、いいですね今日ね鈴鹿で日本グランプリを行ってるので3年ぶりの開催となるんですよ。なので昔のマシンとかもねこうやって展示されているのもあったり、あと名古屋駅にはこうありがとうって書いてあるね、トルコで走る予定だった昨シーズンかなのマシンが飾ってあったりとね、いろいろあるんですよ。いろいろ見られるみたいなので、あの結構ね、あとは鈴鹿インターチェンジまで渋滞してましたとかツイッターに情報届いてたので、あの教えてください。現地参戦された方ね、ぜひその現地からの情報ツイッターでもリポートでもお待ちしております。すごいね、すごい、いや、いいな、いいですね。ということで鈴鹿からもリポート届きました。ありがとうございます